え、リアーティー予選で当たるんだ。戻せん。まあ、俺もちょっと人の予選おもろそうとか言ってる場合じゃないんやけど。まあ、今の日本がね、強いのはまあ間違いないね。間違いないけど、まあ、言うて海外も強いけど。この画面本当にどこもね、なかなか大変な感じにはなってる。クッパの崖のニフレを練習、クッパ、あ、出るか。崖のニフレを練習中。左側が当たられたある配信で発電したところ、崖にセンサーがあるという情報を聞きましたが、崖にセンサーあんまないよ、でも。少なくともクッパの二振りとかに関してあんまないと思うけど。周り見舞いに出る兵災がないかな。周り見でファンミブースおる予定とかあります？ああ、なんかあるらしいな、ファンミブースみたいな。まあ余裕あればかな。予定はないけど。わかんねえよ、これ。前までは中堅層がついてる状態だったのに、中堅層が軒並み最上位と変わった結果、変わったっていうか、まあなんかね、みんな食い方を覚えたよね、上の。まあ時間が経てば経つほどレベルが近くなっていくのは当然として、まあこのスマブラっていうゲームね、ちゃんと理論的に詰めていけば、まあ普通に時間を壊すだけで、最上位戦にね、土をつけれる状態まで行くんですよ、正直。このゲーム。このゲーム正直、まあなんかその、とりあえず勝つっていうのに関してはそこまで難しくないと思うんだけど、その他の競技と比べてね。だからその安定するっていうのが非常に難しいゲームだと俺は思っていて、安定するのがむずいイコール、まあその壊しやすいゲームっていう話なんですけど、まだ最上位でね、土をつけれる人がまあ増えたよね、かなり。まあ、このゲームで安定して勝つっていうのは非常に難しく、まあ一度や二度最上位でにもう最近は土をつけたところで、まあ最終的な結果は結局あんまみたいになることが多いんですけど。まあ、スマメイトで言ったら、まあ、レート2000とかの人が、1700とかの人にさ、ちゃんと勝つの、ちゃんと10回中10回勝つのってめちゃめちゃ難しいというか、めちゃめちゃは思ったかもしれないけど、まあ、普通にむずいゲームだと思う。なんだこいつ。まあ、スティーブ以外はなんですけど。現在のプレイ時間何時間ぐらいなんだろうね。何時間ぐらいなんだろうね。もう数えてないからわかんないけどさ。このゲームに俺が費やした総時間ってもういくつぐらいなんだろうね。おっと。2万は言ってそう。まあオフにかけてる時間がやっぱ俺の場合多いから、
あ、それをどう捉えるかじゃん。なんか単純なプレイ時間だけじゃなくて、このコンテンツに費やした時間で言ったら、とんでもなくなりそう。もう毎回何時間って、電車によってオフに行く時間とかを、プレイ時間に入れていいのかは不明だが、一応それもコンテンツに費やしてる時間と言っても過言ではないから。そう考えると、長いけど、どうなんでしょう。お、あれ、なに、はい、どんなに使ってもない。結局、突進したら相手は死ぬ。アルテナキャラアーク落ちたんかな、何もしてない気もするけど。ザガさんとか、海外で結構バージョン勝ってるイメージあるんだ、最近。勝ってるっていうか、なんか強い人がちょいちょいいるイメージあるんだ。名前は知ったけど。ジョーカーとかロボットって何か新しい動き加えたりで進化してるの？してないかもね。そんな進化できるキャラじゃねえよ。なんかね、限界ある、正直。あ、ロボットはまだわかんないけど、ジョーカーってなんかね、限界あるわ。強いけど。いや、ジョーカーに限らずやん。ジョーカーに限らずね。このゲームなんか、あちょまりキャラ、限界あるわ、普通に。あ、え、ちゃんと来ない。死んでくれ。ま、なんか、トナメで勝つのに安定材料が少なすぎる。1試合2試合で考えたら別にそんなことないし、スティーブと例えばじゃあ戦うってなった時に別にそんな何もないっていうか、そんなことはないけど、トーナメント全体を勝ち抜く上っていうか、その全体何十試合するっていうのを考慮した上で比べると分が悪いっていうのは思う。正直なんかその同じことしてたら勝てるっていうのをさ、良くも悪くもあると思って、対戦ゲームってそれが強すぎるっていうのはある。正直対戦ゲームってなんか強いやつに共通してさ、一見同じことをして勝ってるように見えるんだよ。まあ、実際そうなんだけど。なんだこいつ、なんだこいつ。それやっぱね、スティーブちょっと抜けてるわ。まあ、ゲッチとかもそこはやっぱ強いけどね。その強み。あと、まあ、ゲッチあるのちょっと面倒なカードが。壊されやすい、あいつ軽くて。っていうのはちょっとある。強い。もしもう一回日本一になるなら、多分今の持ちキャラじゃ無理かもな。
ゲッチもう一回使うわ。まあ確かに。素晴らしい考えかもしれない。